だって、二郎残ってたら停電するでしょっていうのは通るかな。まあミスとかもあるだろうけど。停電で相方カチカチやってて、キルしたら終わるから。リアクター鳴らしたってことは一人でって感じだと思うけどね。キルクルタイムはさすがに過ぎてないよね。テンコ出してよ。アベリージ今フリーズしてます。はい、自分もフリーズしてます。あーです、はい、投票画面いけてないって感じですか？はい、いけてませんですけど、多分次の時に投票いけると思うんで。はい、です。ナイトミューさんとサントさんが死んでて、アルトさんがレポートですね。ナイトミューさんの死体やな。はい、どこで？ナビゲーションから出てちょっと下降りたぐらいのとこですね。一緒に発見してます。一緒にコムズからシールド行って、シールドから一緒にアルトさんと発見してるんだ。まあその前じゃなければ分かんないです、うん、アルトさんはコムズにどっから行ったか分かんない。僕のことをストレージ付近でコムズサボタージュになる前見てると思って、それはないって高田さんが言ってくれると思ってた。アルトさんだったっけ？あ、高田さん多分ゴミ捨ての方に行ってたと思ってます。ストレージだったら俺が高田さんとすれ違ってますね。給油に誰か一人いたような気がします。ナナコさんって何部だか君と。あ、ナナコさんは見た記憶がなんとなくある。ストレージにいます、ね、もう最終見てます。ナナコさんストレージで最終カフェでアベリさんがなんかめっちゃ怖くて、はい、あ、僕っすか。なんかチラチラ来ては逃げ、来ては逃げみたいな感じだったからめっちゃ警戒してて。あ、僕はなんかだいぶカフェテリアで時間食っちゃった。そうですね、アドミンを往復しまくってましたね。途中メッドベイ行って死体なんか確認したりもしててって感じでしたね。サントスさんどこでしょうね。そうなんですよね。サントスさん最終目的が全くコミュニケーションを直してくれたのがアルトさんで、その時、アベレージとあと2人いたんですよ。いや、僕じゃないっすね。あれ違いましたっけ、うん、僕は直してましたけど、もう一人誰かすぐ多分直してます。トータさん上で見てました、それを。多分横いたのは阿部ですね、それ、うん、うん。あれ僕直せてないです。じゃあもう一人誰や。アベレージさんと誰か一緒に来たよ。そ、僕ですね、それは。あ、オラフ。あ、オラフ。4人しか見てないですよね。結構早い段階死んでる。オラフ君は触ってないですもんね。じゃあ、ハヤさんが見てたっぽいな、これ。見せるか。会議、議論スタート。ありがとうございます。お願いします。あ、治りました、治りました。
あ、千早さんは治りました。はい、投票画面消えてます。あ、やばくしてた。うん。あ、大丈夫。大丈夫です。俺ずっと左側からぐるっと回ってストレージ来て、トータスさんと高田さんとか見てたけど、全くサントスさんと見かけなかったんで、多分右側行ったのかなとは思いましたね。あ、サントスはね、初手は上ポンにいた、初手で、ね、だからその後は分かんないけど、初手は右にいた。右側じゃないですか、おそらく。コミュニケーションサボタージュが入る前に監視カメラが光ってるのを見てるんですけれど、うん、俺見てない。誰が見てたんだ。俺監視カメラじゃない。セキュリティで監視カメラ見てた人いない。じゃあそれがあれじゃない、サントスさんが。サントスさんかな。サントスさんがセキュリティか。サントスセキュリティに。セキュリティ行くのか。行く？だってウェポンからでしょ。まあ、ね、まあ、全然コミュニケーションサボタージュが入ったんですか。入りました、入りました、うん、その前に、アドミンを出るときにカメラがついてるのを確認していてアドミンから出てカメラがついてるのを確認してコミュニケーションでタスクをやっていたらコミュニケーションサボタージュが入ったのですぐ入っていったんですね。だからコムが入る前は監視カメラがついてるはずなので、コムなる前に見てる人がこの中にいないならサントスさんだと思います。七子さんの後ろにいた人が怪しくなって、カメラついてるのって他に誰か確認してたの。わかんないです。いや見てないです。見てないよね。あ、まあでもわかんないからいいや。高田さんか。いや、違う違う。いや、カメラ本当についてたんかと思って。いや、なんかついてない気もしますね。いや、でも、ほとんどアルトさんね、無理やと思うんやけどな。てか、まあ、アルトトーパスだからなって思った。あんまでも、カメラついてるっていう言い方は、ちょっと、厳しいんじゃないかな、はい。犯人だったら。犯人というか。まあ、味方への援護って感じですよね、どっちかというと。それだったら、なんか、左側にいるんじゃないとかいう方が、自然だから。消去法はアルトトータスかなって思っちゃったけど。タスクにします。次押しますか。あ、じゃあ僕押します。押します押します。させるか。俺さん、めちゃめちゃ上手くなかった。めちゃめちゃ上手かったでしょ。スイッチ向いてんな、ね、これ。これ俺スイッチの方が強いんじゃないか。どうしますか。アルトとトータスで動きた方がいいですか。いや、それはあれじゃない。二郎を追ってるんだったら。じゃあ別々で行動させますか。それだったら一人で2キロ回りやんこれ。まあ、時間的には全然ありますね。けど、アルトさんの証言が本当だとすると、左端と右端、うん、あ、うん、アルトさんがレポートしてるのか、そもそも。そうです、僕レポートですね。あ、一緒に見つけてる、トータス。その前はコムズで4人一緒になって、シールで2人って。高田さんのはそういう話。そうそう、だから本当は2人でやっててと思ったけど、一応時間的には単独でありえるから、一応なんかダブルキル前提で考えてたから、ここ2人かなと思ったけど、それが違うかもしれない。ライトビューさんどこだっけ。もう一回、ナビゲーションから出てこの字の、この書くときの縦棒の下ぐらい。あ、はいはい、了解です。ベントの右側ってこと。そこまで近くないです。ベントよりはもっと右ですね。もうちょっと右、アルトータス両方とも村だとめっちゃ楽だよ。トータス3視点が僕をどれぐらい疑ってるかじゃないかな。ほぼ疑ってないかな。コムズに入った入り方がその高田さんが見てないっていうこと以外は左から来たんや。奈良子さんと高田さんの位置が合ってるからそんなにもう疑う余地ないかなと思ってる。あ、コムズから下行って上に上がったところで見つけたってことですか。そうですよ。コムズシールド、コムズタスクやって、あ、自然だね、うん、で終わらせてシールド入ってシールドのタスクを終わらせて上上がって、アベレンさんの話をしたかったんだけど、はいはい、あれ何だ、 コムズ中じゃなかったっけ、なんかアドミンの方が上に来たの。めっちゃ怖くて警戒してたんだけど、
いや、コムズ終わってからだと思いますよ、それ。いや、多分終わってからだ。いや、終わってからではないはず。あれ、じゃあ僕を警戒してください。いや、これはナイスだな。サントスさん殺してくれたのか。ナイス。あ、OK。危ねえ危ねえ、入んないでよかった。見つかない。思い切り大胆切りしたけど、え、嘘でしょ、使ってないんだけど。やば。え、何が起こった。あ、切りしてくれたのか。あ、アルトさんが死んでる。いい、もしもし。あ、いいよ。はい、負けないですか。はい、誰と誰だ。アルあ、アルコータス死んだんだったらめっちゃロボ。ちょっと待って、これ、タカラさんは回避？そう、ボタンボタン。あ、俺、死体見えてます。どこ？ね、アドミンで2死体。はい、え？ 2 死体。アドミンで2死体。ボータさんいたな、出るときに。俺、最後の最後、いや、ほら、エレクトリーで4人おったやん。うん、はい。誰？で、エレクトリーで4人おった後に、その後すぐアドミン見に行ったんですよ、これ、1人で。そしたらそこで2つにしたってギョエって言って押そうと思った先に高田さんが押したから。あ、エレクトリカルに4人いた人物誰ですか。僕と先端さんとアベレージさんとナナコさんだと思います。停電ですね。だから高田さん怪しくなるよ。あ、俺が怪しくなるの。消したんじゃないの。死体消しじゃないですかね。あ、死体消しで反論できないし、別にじゃあもうそう考えていいっすよ。おい、なんだよ。おい、なんだよ。なんだよ。村人なのだって。千早さんと高田さんじゃない、七子さんが殺してそのままに死体あったって、まあ、言わないだろうし。確かに絶対七子さんそれ言わない。死体一義層にしては死体言う必要ないか。一点言うと、ダブルキルを発生させるんだったら、はい、ダブルキル発生させて死体でレポートした方がマシかなって思います。うん、まあまあいいです。多分反論の余地ないと思うんで、これはもう水かけになっちゃうから、そう思うんだったらそのままでいいです。これは先端プラスアルファ、あ、オラフアベレージのどっちかかなっていう。まあ浮いてるのが千早さんだからちょっと分かんないけど。うん、でもこれ高田さんもし村人で釣ったら負けちゃうじゃないですか。でももう今日は絶対釣んないといけないから。そうなんですよ。じゃあ先端入れますんで。僕は高田さんと千早さんだと思うよ、素直に。いい、怖い怖い。いやー、マジで離れました。七子さんが偶然見つけてたからいいものをね。いや、これは高田さんだね。いや、怖い。怖い。おめでとう、インポスター。これはもう反応できねえわ。いやー、マジか。やだ、怖い。はい。
上がったぞ。ちょっとあれ解除が解除、あの上側センターさんで全然押してくれなかったですけど、あれ何なんですか。あのアベリーさん後ろ追ってた、むしろ下側が押されてなかったから。違う違う違う、下は俺がずっと押してた。そう、七子さんと、千早さんがいたんですよ。はい、そうで2人で押してくれてて、上側センターさんが押してくれなかったんですよ。千早さん押してたの。あった、押してたか。でもどっちにしろ2人が押してるから、あのそこは多分置いていいんですよ。はい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 。で僕1回下見に行ったじゃないですか、多分見えてると思うんですけど、どのタイミングで。まあ、OK です、OK です。リアクター、で、下見に行って、2人いたから、で、上行ったらセンターさんがいて、やってくれてないから、僕押して直りました、リアクターが。じゃあ、センターさんってことですか？そうなんですよね、僕してんだ。後ろ僕が押して直ったって感じだったけどね。センターさ、あの、初め会議押すのかなと思って、あそこにいたのかと思ったんだけど、リアクター行ったり。いや、俺、ずるいっすよね、なんか。なんか単純に下側の、2人のどっちかがミスってて、で、片方がインポスター説もあるから、なんかそこで判断して釣っちゃったら逆に。そうだね。だし高田さんで落ちてると落ちてるはずだから。落ちてるじゃないですか。うん、だって二浪残ってたら停電するでしょっていうのは通るかな。まあミスとかもあるだろうけど、停電で相方カチカチやってて切りしたら終わるから。役立たしたってことは一人でキルクルタイムはさすがに過ぎてないよね。ちょっとね、30秒余裕で経ってたんで、いや、はい、ここはちょっとね、そうだね、一郎で、そう、2キルで終わっちゃうから、しっかりね、あの打ち合わせしなきゃいけないんだよね。高田さんの揺さぶりがめっちゃ効いてるんだよな。これどうします。センターさん動揺してます今。いや、これはセンターさん、センターさん、動揺してますか。動揺してないよ。俺は見えたな。それ大丈夫そうだと思いますけど。はい。まあ、そうですね。アプネキルしなくてよかった。めっちゃ悩んだんだよな。あ、待って。ドア閉めも良くないけど。あぶねえ。リアクター、いやーマジ我慢してよかった。悩んだんだよな最後、キルするか。いやえ、あ、そういうとか。ごめん、いやーごめんなさい。そっか、そういうとか。危ねえ。できなかった。あ、そっか。いやごめんなさい、千葉さん、ちょっと難しかったね。あれか、やっぱ難しかったか。リアクター打ったってごめんなさい、間違えました。そっか、そっか、あ、そこつっつけたから、あ、釣れるんだろうなって思ったら釣らない方向に行ったから、あ、そうなんですよね、思ってね。高田さん、そっか、いやごめんなさい、高田さんが白が全然ケアできてなかった、申し訳ない、すいません。センターさんって確信してキルしました、僕の。ミッドメアさん、いや、あのね、千早さんがマジで神で、あの僕ずっとナイトメアさんを殺そうとカフェテリアがずっと追ってて、で O2 入って出た瞬間にアドミン入らないところで殺したんですけど、殺した瞬間カメラが光って、これでも実はカメラ見たらサントスじゃないんですよ。え、千早さんなんで、これさ、千早さんがカメラ見てるんですよ。あ、面白い。サントスさんをがカメラ見てて殺してくれたんだと思ってたら、千早さんが見てたの。あ、面白いこと、千早さんなんですよね。そうなんだ。じゃあカメラついてたって誰も言わねえわ。サントさん、僕がちょうどアドミン出るタイミングでアドミンに来ましたよね。確か行った気がする。だし、あと、アドミンで僕がアルトさんをワンチャン殺そうと、殺したんですけど、トータスさんが多分気づいたかな、レポートが。うん、レポート光った瞬間に千早さんに殺された。ああ、じゃあもうそこも。素晴らしい。めちゃくちゃいいフォローで、うん、レポートされる瞬間に多分殺してくれてて。え、あ、え？ってなったもん。あれじゃん、千早さんあれ、入り口で待ってたの、殺そうとしたの違う。いや、そうだよな。あれ、なんで先入り口で待ってるの。いや、リアクターの入り口のところにいたから、千早さんが。あ、いやいや、あの、直す動きですね。先についてたんで、下行くか上行くかで悩むじゃないですか、リアクターって。え、そのことですか。あ、いや、多分それのことなんだよ。あ、はい。いや、あれはまあ、待つのは普通で。
めっちゃいいの見つけたと思ったんだけどな。全然違ったな。奈々子さんの見えたは最後のかっこよく見えた。いやだからあの先端がこれを黒っぽいと思った見えただったんだけど、なんか言えばよかったね。なんかそうですね、みんなに言わないと、みんなに言わないと伝わらないです。あ、だから1票入れたのは奈々子さんだったんですか。そう。ああ、じゃあ次の1票をみんなに伝えれたら強かったですね。ちなみにサントスさんどこで死んじゃったんですか。私リアクター多分セキュリティでそこを見た、あのリアクターで1人入ってくのを見たから来たのかなって千早さんが思ったんですけど。めっちゃ緊張した。うわーごめんなさい。いやこれ今のすごかったな。完全に、あー申し訳ないです本当に。あーもうそれはしょうがないです。どまいすどまいすどまいすどまい。結果キロ釣れてるっていう推測の元だったら釣らないが定着してたし。そうだね、死体消えてたからね。いやでもあでも奈々子さん視点だと千早さん高田さんで二郎だったから千早さんはかけてよかったんじゃない。あーそっか、うん、そうだねってかあそこ4人いたわけだからね、うん、そっかそっかそらそうだ。もうまず千早さん釣ろうって言わなきゃ。いやそうだよ、ね、話にならんだよ。いやでも千早さん全く喋ってなかったからでもどうなんすかね。大丈夫なんじゃないか。よあの別にエレクトリカルの4人の中に二郎いた可能性もあったから。別にだって僕がキレできてエレクトリカルいけてるわけだから。そうね、千早さんは単純に白で浮き位置だったって可能性もあるから。そうですね、奈々子さんの推理軸で言ったらそうなるかなって。ちょっとそらそうですわ、うん、もう完全にクソほど思考ロックしてました。多分でも高田さん釣りは避けられなかったんじゃないかな多分。まあそこは避けられないですね、うん、でももう避けてやったら強すぎるからしょうがないと思うし。いやうわ分かった僕かな。なかなか難しいですね。まあまあ難しかったと思って残された人、うん、難しかった。やってる最中にそんな頭回うん難しかったと思う真っ白になってるもん